剣道、日本剣道型内太刀川森義行五段下太刀小林正史弁士六段よろしくどうぞお願いいたします。このことに大きな意義があります。日本剣道型を繰り返し修練することによって剣道の基礎的な礼儀作法を得ています。健康性を示す、さらに内面的な気の働きや気、風格といった原理、原則を習得することができます。このことを深く認識し、日本剣道型の修練を通し原点である剣の技法を学び、正しく習得し人間形成に役立て、剣道の正しい普及と発展に努めることが目的であります。